さあ始まりままりしたポジドラどうも大竹で、えー、ございます昨日、ドラフト会議がありまして明けて、えー、今日ということなんですけれども、えー、久しぶりにねこういう言い方もあんまり良くないかなとは思いますけれどもかなりこう興奮したドラフトになったかと誤解、えーまあ、を、ね、してほしくないんで言うんであれば、まあえー、やっぱくじを、ね、こうちゃんと引いて取った。 と、ね、というところですよね去年なんかはくじを外したりとかですお、ねまあ、一昨しかえ、その前なんかもまあ一本釣りだったのかなえ、まあ、そういうところがね続いた中でやっぱドラフトの花といえばですねこう1位のくじを引いてしかも当てるというところでえ見事、井上新監督がこう引き当ててくれた、ねえー、金丸投手ですかいい投手、月中したなというところだと思います。ね えー、僕もね、テレビで見ててかなり興奮して <laughs>、井上さんなんか脱臼したなんてね、左肩こう、脱臼したなんていう言い方をねお、おっしゃってましたけれども、僕もまあそれぐらいの勢いで喜んだわけです。ね、一番最後にこうくじを開いて、もう他の監督はね、結構がっかりして、テレビのね、こう俯瞰で見るとね、他の監督はもうがっかりしたところが映ってて、あ、もう井上監督間違いないなと思いつつも、やっぱりね、井上監督がこう左手をこう振り下ろすまでは結構ドキドキしたな、というところですかね。 ね、えー、かなり興奮しました。しかもね、金丸投手ってすごいい,いい、っていうね、えー、話の中で、えー、まあ、日本代表として欧州代表に投げ合った時も見てますし、かなりいいピッチャーだなっていう印象はね、ありながら、その中でこう、ドラフト4球団競合ですか、しかも全員セリーグだったんでね、<laughs> うわ、えー、万が一ドラゴンズ引けなくても、これ、 中日以外のセリグ来るのかっていうね、同じリーグであんないいピッチャーでやり,ないやり合わなきゃいけないのかなっていう結構マイナス思考から僕はね、始まって見ていたんで、え <laughs> 井上監督がこう引き上げててくれた時はね、本当にそういう意味でも対戦せずに済むぞという意味でも結構こう熱くなったわけです。で、まあ本日は、まあ毎年恒例になっておりますが、ドラフト選手をざっとね、調べてまいりました。僕も結構アマチュア野球に に関しては、えー、詳しくない明るくないというところで自分のためにもで、えー、これ見ている皆さんに対するまとめ、えー、になればいいかなという意味でもまとめてまいりましたんでもしかしたらこうちょっとね情報弱いところあると思いますその時はまあコメント欄かなんかで、えー、補填して、えー、皆さんでこのドラフトまとめを作り上げていけたらいいかなという風に思います。 で、まぁ、あ、ざっとおさらいとしては、ドラゴンズ、えー、支配下は6名、えー、指名して、えー、ピッチャーが1、2、3、4人か。そのうち左ピッチャー3人。これはね、僕もね、サウスポーなんでね、非常に嬉しい。もう、 ファンになる。もう、もうファンですね。えー、いうところで、まあ、左ピッチャー無条件に応援するっていうね、まあ、癖、性癖がある中で3人か、4人中3人左ピッチャー。非常にね、こう、嬉しい。ね、えー。ドラゴンズのチーム事情に関して言っても、まあ、小笠原投手がほぼほぼ、まあ、こう、えー、行っちゃうだろう。海外に行っちゃうだろうという中で、えー、左ピッチャー、急務なところ。 の中でこうね、3人ですか。ね。まあ、大野雄大投手も今年はね、えー、なんとか投げれ始めれましたけど、来年どうなるかわからないという中で、こう、サウスポーのピッチャーを厚くするってのは非常にいいんじゃないかな、というふうに思います。で、えー、キャッチャー1人の内野手1人か。ね。えー、まあ、バランス取れたのかな、えー。どうですかね。スラッガー候補が今年ってあんまり、まあ、いないと言っちゃうとね、あのー、失礼なことになりますけれども、 目玉という目玉がそんなになかったのかなっていう中で結構堅実なドラフトできたんじゃないかなっていうふうに思います。正直ドラゴンズ投手大国なんて言われますけどファンの方はねもう皆さん気づいている通り結構ちょっとやばいよねっていうえ感じでしたよね。今年特に後半戦はね。そんな中でですね、こう、ピッチャーいっぱい取った。しかもドラゴンズはまあ印象論になってしまいますけど左ピッチャーに弱かった。じゃあうちも左ピッチャー増やそうぜと。目には目をじゃないですけど、左ピッチャーには左ピッチャーをじゃないで ですけれども、まあ、ね、そういうドラフトかな。非常にいいドラフトになったんじゃないかな。っていうふうに思います。特に2位で取れた吉田投手は、もうドラ1候補だっていうね、話。社会人ナンバーワンサウスポーだ。なんていうね、えー、下馬評があった中で2位で獲得できた。ドラ12人取ったようなもんですからね。えー、かなり、やっぱ興奮抑えきれぬドラフトになったんじゃないかな。というふうに思います。では、えー、順番に紹介していきましょう。 ドラフト第1位、金丸夢と投手、サウスポーの投手、基本情報はこの辺にパランとね、えー、出しておきます。2003年生まれですか。まあおじさんとしてはね、いよいよここまで来たかという、えー、ところ、2003年って言ったらね、僕も中学3年生ですからね、あの時に生まれた子がという、えー、ところなんですけど、まあ見ていただ,いただけたらいいかな。まあピッチャーとしては、まあ長身な方ではない。むしろちょっと小さいかなぐらいですけれども、それでもまあ、 154キロ投げる。サウスポーで154キロ、ねえー。パーフェクトでゲーム見れるんじゃないか。1年目から。ぐらいの <laughs> 期待を寄せている、えー、わけでございます。で、やっぱね、映像を見たらですね、こうワインドアップで投げてくるんですよね。う今のピッチャー結構こうセットでね、えー、バランス、体のバランス、ボディバランス取るためにセットでいつでも投げるピッチャー多いんですけど、ぜひぜひプロ野球来てもこのワインドアップ崩さないでほしいなと、ね。迫力ありますからね。 ワインラップで投げるピッチャー久しぶりに見れたらいいかなっていうふうに思います。で、えー、侍ジャパンの時、井端監督はですね、えー、制球力抜群だと。もう、濃昆はね、一番厄介ですからね。濃昆はね、僕は一番嫌い。娘がね、結婚相手で濃昆連れてきたらね、結構反対するぐらい濃厚嫌いなんですけど、えー、制球力抜群だと。これは非常に明るいね、情報ですよね。えー、で、左150キロ超えの球を、 えー、内角に、左バッターの内角に投げれるんだという、えー、評価をしている。ね、左ピッチャーが左バッターの内角にどんどん投げれるっていうね。これっていうのは結構才能がないと難しいことかな。やっぱ左バッター相手にはですね、左ピッチャーっていうのはやっぱ外の変化球の組み立てがこう結構基本の組み立てになると思うんですけど、内角ガンガン投げていけるんだっていうのはね、えー、 コントロールもいいし、こう度胸が座ってるというかね、なんか非常にいいですよね、内角つけるっていうのはね、左バッターのね、えー、いいかなっていうふうに思います。で、大学2年の春、3年の秋、4年の春と、えー、関西の学生野球連盟の防御率で1位に輝いた。 で、結局、えー、2023年の秋から続く、えー、連続イニングの実績点ゼロを72イニング。えへ、ー、72イニング無失点。実績点ゼロえー <laughs> っていう、すごい数字。で、スカウトさんは、えー、楽天の早川投手だったり、えー、西武の竹内投手よりも上だと。大学4年時の素材の、えー、では上だと。ね。早川投手、竹内投手、もう球界を代表するサウスポーになりつつ、二人よりも上であると。 どんだけこうすごい選手が来るんだ。今からね、もうほんとワクワクは止まらないわけですけれども、チェンジアップ、スプリット、スライダーを投げ分けるというね、えー、左ピッチャーでね、スプリット系のボール投げれるっていうのはね、結構強いんじゃない、ね、なかなかね、左だとやっぱりスライダーとチェンジアップ、あるいはツーシームの組み立てっていうピッチャーが多い中で、 スプリットがあると、やっぱ一枚ね、えー、強化されてる感じはありますよね。なんかどうやら心臓の位置の関係で、えー、左ピッチャーは上から投げ下ろすとか難しい。つまりまあスプリット、フォーク系が投げれないなんていうね、えー、定説がある中でスプリットを使いこなせるプロでもぜひ見たいなというところですかね。でまあ侍ジャパン、えー、U23 かに選出された時には、 えっと、隅田投手、ライオンズの隅田投手、えー、オリックスの宮城投手からも直接アドバイスをもらっている。こう、アドバイス聞きに行けるタイプなのかな。ね、えー、先輩とンガンガンこうコミュニケーション取れるタイプだといいかなっていうふうにね、思いますね。えー、ドラゴンズにもですね、王の雄大投手というね、偉大なサウスポーのピッチャーいますから、いろいろこう、 コミュニケーションを取って、どん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 スキルアップしてほしいな、というふうに思います。で、大学通算、18連勝を含む20勝3敗、防御率0.83、312脱三振。<laughs> 異次元ですね。これは20勝3敗。もう負けたら、 もうお前のせいやんって言われるレベルですごい。ね。<laughs> お前がゼロで抑えてたら負けんかったやんっていうふな変な攻められ方をするほどすごいですね、これはね。ただ、ちょっと心配なのは腰、えー、腰と膝をやっているということで、この腰のこの、 年点というかねじりでものすごい球を投げるピッチャーで腰を一回やってるっていうのはちょっとまあ不安材料の一つではあるかな。一年目からガンガン投げれるかなっていうとまあ大切に行くんじゃないのっていう感じですかね。ただまあ夢と投手とっていう字がね、こうヒロと投手でね、一緒ですから右のヒロと左の夢とね、いろんなこう押し出し方ありますよね。なんかね、ライト。 レフトとかね。なんかいろいろグッズ、二人の頃コラボグッズみたいなのもね、出るといいかなっていうふうに思います。 で、二指名が吉田投手ですか。はい、こちらも2002年生まれ。学年で言うと、えー、金丸投手と一緒。まあ、もっと言うと、まあ、えー、だから、高橋宏と投手と一緒になるのか。ね、えー、2002年生まれ。ね若い選手ですね。で、まあ、高卒社会人とね、まあ、公演貼っておきますけど、ね、えー、まあ、見ていただけたらいいかなというふうに思います。 で、まあ、武器はですね、最速149キロのまっすぐと、チェンジアップ。本人はなんか生意気なチェンジアップっていう言い方をね、してるらしいですね。なんだろうなと思って調べたらですね、こう落ちたり曲がったりするような変化球、チェンジアップじゃないんだと。ただただこうボールが来るのが遅い。ね、キャッチボールした相手からもなんでこんなに来るの遅いのこんだけ腕振って、こんだけ球が 届くの遅いの。で、びっくりされることがあるようで、まあ生意気なチェンジアップ。これパワープロとかね、いずれはですね、えー、特殊変化球で,で出てほしいですね。生意気なチェンジアップ。ねえー、そういう、原市さんのね、ネタなんかでも見たいですよね。岩井さんが。生意気なチェンジアップ。で、言ってね、澤部さんがこう、動くとこなんか見たいなっていうふうに思いますけど、とにかく生意気なチェンジアップ落ちない。落ちたり、曲げたりするチェンジアップじゃないんだよ。こう。 ミットに届くのが遅いチェンジアップなんだよという、えー、特殊なチェンジアップを持っていると。で、まあ、杉内。 都市や投手に憧れている左ピッチャー。で、社会人ナンバーワンサウスポーという声も上がるほどすごい。まあ、ドラフト1位で消えるんじゃないかっていう下馬評の中、えー、ドラゴンズに来ていただいたというね、えー、ところですが、まあ、社会人時代は結構故障に悩まされて思うほど投げれなかったよと。今年の春の都市対抗予選ではですね、4027イニング無失点。ね。 すごいピッチャーが来るぞ、というところ。で、え、もともとね、甲府町の波が激しい中、それどうしたらいいんだろうな、あ、そうだ7の、七割、七、八割の力で投げりゃいいんだ、というところで、え、結構、こう、請求あるいは、こう、玉の、 ね、えー、勢いですか。そういうのが改善された。七、八割で投げて改善する。やっぱ肩の力入れすぎるねっていうね、アドバイスは僕も、えー、野球部時代聞いたことありますけど、それでもまあ抑えれるというね、素晴らしい球の持ち主であると。バンバンストレート決めてくるぜ。そんでストレート狙ってったら、こう球が来ないぜ。チェンジアップあるぜ。生意気なチェンジアップがね。えー、というところ。この当時もまあ一年目から投げれるんじゃないでしょうか。っていうふうに期待している。まあ、 ただまあさっきも言いましたけど、社会人時代は結構故障はあったよと。右足首、左肩の故障。左肩ってのはちょっと心配ではありますけれども、まあドラフト1位候補にリストアップされている現実がありますから、まあきっと大丈夫なんだろうというね、えー、ところ。まあそんな焦らずに、えー、そうね、だからローテをね、えー、金丸投手と2人でこう、え一、ー、周ずつ投げるとかね、えー、そういうのも全然ね、いいかなっていうふうに思います。早く見たいなというところかな。 thank you 第3位が森俊太選手。これ内野手。まあ、ショートっていうところらしいんですけれども、まあ、サードの方が適正あるんじゃないのっていう言い方をしている方もいる。ね。サードだといいですね。右左、左、えー、右投げ、左打ちの強打のサード。高校通算も40本以上打ってるっていうね。しかも体もかなりでかい。87の91、A。でかい、えー、タッパをしてますけれども、足も速いというね。えー、サードで、こう、どんどん、今の、えー 福永選手か。え競ってってほしいな。ね。えー、まあ石川選手も対象の高橋周平選手なんかね、右左まさにこれ被ってますから、そこの対、対決というかね、えー、非常に楽しみだと。2006年生まれですか。もう俺高校卒業する年っていうね。え <laughs> で、出身校は、東光学園。東光学園って言うとプロ野球選手にもいますよね。えー パッと思いつくので、まあ、松井選手か。松井投手。左のね。えー、松井投手。えー、あと中川選手。中川投手なんかもね、多分そうだと思いますけど。えー、ま、球界にも先輩がいっぱいいる名門校出身だぜ。というね、えー、ところ。で、スカウトさんの言うところによると、振り切るスイングで強い打球を弾き返す左の強打者なんだよ、と。 えー、バットとヘッドが効いてるから、あれだけ飛ばせるんだと。ね。えー、やっぱね、バットとヘッドっていうのはね、えー、トップとヘッドっていうのはまあ基本ですからね。そこがもう高校生ながら効かせることができているんじゃないのっていうスカウト、えー、オトさんが言ってるそうですね。えー、非常に楽しみ。遠くに飛ばせる内野手がいるとね、変わりますからね。なんならね、ショート守ってほしいかなっていうふうに思いますね。セカンド、ショートあたりで強打のバッターいるとね、やっぱ羨ましいですよね。牧選手、山田選手なんか見てるとね。 で、結構負けん気が強いバッターだと。えー、大会でいい結果が、えー、出なかった。調子は自分の調子が悪かった。それが、うてになって、次、 ね、次の日に持ち越されたよっていうね。えー、その中で自分のスイングが全然うまくいかなかった。それはどうしたかっていうと、もう一日中バット握ってったらしいですね。学校でももう、えー、食事してる時でも何から何までずっと寝てる時でも握って。で、次の日こういう思い描いてたスイングができたんだよと。ね、結果は、えー、センターフラインかなんか、センターラーナーかなんかだったんですけれども、まあそういう、こう、自分でどうしたらいいんだろう。えー 悔しいな、変えなきゃな、そういう,こうしっかりと自分で考えて、メンタルと、えー、技術ですか、それを、まあ、自分でこう持っていける選手だと、いい指導者がいれば一気に覚醒するんじゃないのというね、えー、高卒ですから、まあ、何年かかるか分かりませんけれども、見れる日は遠くないよねっていう感じはしております。